月別話で失礼します。今回は毎年年末恒例の2023年買って良かったもの5選をご紹介していきたいと思います。まず第5位がこちらです。ワークマンのあらゆるフュージョンダウンモンスターベストです。大人気モンスターパーカーのベストバージョンなんですけど、これ購入してからまだ2ヶ月ぐらいだと思うんですけど、かなりヘビロテしてます。最近は寒くなってきて中に厚手のセーター着たりとか、スウェット着たりして、まあ、そのまま本当車乗ったりとか作業しやすいんでめちゃくちゃ重宝してます。しかも確か価格3900円で異常な安さの、これはめちゃくちゃ使いました。まだ在庫残ってるのかちょっとわかんないんですけど、気になる方はぜひお店でチェックしてみてください。続いて第4位がこちらです。ラミダスのナイロンバッグです。これ1ヶ月前ぐらいに購入して動画ではご紹介してなかったんですけど、僕普段バックパック持つことが多いんですけど、出張とか仕事の時にちょっとカチッとしなきゃいけない時とか、ちょっとした書類とか MacBook が入ったりとか、あとスマホとか、まあ名刺入れとかがギリギリ入って、こういう手持ちもできるようなバッグを探してたんですけど、ちょうどいいサイズ感があって、なおかつスーツケースとか大きいバックパックにこう収納できるやつが良かったんですよね。そういう場に行く時だけちょっと取り出してこれに入れていくみたいなのが欲しくて、もうちょうどいいのを見つけました。ちゃんと中にも結構間仕切りポケットとかいくつかあって、ラミダスってもともとヘッドポーターなんですけど、ナイロンもめちゃくちゃしっかりしてて、でこのバッグはもう特にラミダスのアイコン的な、この片方だけテープが下一周ぐるっと回って、でこれフラグメントコラボなので、うっすら同色の黒で、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、フラグメントとラミダスのロゴが入ってて、でこれ長い持ち手もついてて、こう肩掛けもできるんですよね。これも電車に乗る時とかすごい便利です。確か2万円しないぐらいだったと思うんですけど、今年買ったバッグの中ではもうこれがダントツ一番良かったです。続いて第3位がこちらです。ユニクロ U のローゲージのカーディガンです。それと今着てるこのユニクロ U のモックネック、まあ同じ時に買ったんですけど、このロンティー、このニットカーではめっちゃ良かったです。ちょっと最近着すぎて毛玉になっちゃってるんで、まあ、毛玉取りしないといけないんですけど、めちゃくちゃあったかくて、本当シルエットも最高だし、ウール 100% なんですけどめっちゃ着心地よくて、まあ、めちゃくちゃあったかいし、特にこのモックネックとの相性がめっちゃいいんですよね。こんな感じで、あとボトムスとかキャップとか、まあ、小物とかでちょっとストリートっぽくもいけるし、綺麗め寄りにも着れるしみたいな感じで、しかもこう前開けてもいいし、締めてもちょっとプルオーバーの V ネックのセーターっぽく着れるんですよね。こんな感じで、まあ、どうしてもウール 100% なんで、こういう毛玉とかができてしまうんで、お手入れとかは必要になってくるんですけど、これはシンプルなんですけどすごい高見えするアイテムで、めっちゃヘビロテしてます。続いて第2位がこちらです。アンダーカバーコラボのダンクハイですね。これはめちゃめちゃ良かったです。これ確か速乾とかではなかったと思うんですけど、写真で見るよりも直接見た方がめちゃめちゃかっこよくて、すごい高級感あって、レザーの質感とかもめっちゃいいし、いつも僕がメインで紹介してる、まあ、ユニクロ U とか GU とかワークマンとかのシンプルなコーディネートに足元これ履くだけでめちゃめちゃ高見えします。全体を引き締めてくれるというか、基本オールブラックなんですけど、こうさりげなくヒールにアンダーカバーのアイコンの文字が入ってて、これは汚したくないんで、ここぞという時にしか履けないんですけど、第2位はナイキのスニーカーです。そしていよいよ第1位がこちらです。 CDG とアルファのコラボライナージャケットです。もうつい2、3日前に動画でアップしたばっかりなんですけど、今年1年を締めくくるかのように CDG がめちゃめちゃかっこいい。もうデザインも使いやすさもバッチリだし、価格のバランスもちょうどいいし、これは個人的には今年最後にめちゃくちゃいい買い物できました。こちらサイズ XL でこういった感じです。オンラインで買ったんでちょっと大きいかなという感じもあるんですけど、まあ、ざっくり着る感じ全然いいんですけど、 L も着てみたかったんですけど、しかもこれ一度即完売したんですけど、オンラインでまた再販されてて、12月末現在ではまだ購入できるようになってます。ということで2023年買ってよかったものベスト5だったんですけど、まあ、この他にも最近で言うと、動画では紹介してないんですけど、このワコマリアとブラックアイパッチのコラボキャップとか T シャツとかも購入したりとか、あと今年は結構古着のスウェットとか、今年は例年に比べると洋服そんなに買ってないんですけど、車を2台購入したのでそっちにお金が行ってしまったというのもあるんですけど、今年1年も動画ご視聴いただきありがとうございました。来年は1日1発目からナイキの公式福袋をご紹介しますので、ぜひ来年も動画ご視聴お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。